はい、こんばんは、ヒュンです。よろしくお願いします。はい、こんばんは。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、私は、はじめまして。私はチャン・ヒンと申します。今年25歳です。ベトナムから来ました。家族は6人です。趣味は仕事することと本を読むことです。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いします。今の仕事は、はい、どんな仕事をしていますか？今は、生産、味見とジューシーをビッキングします。それから、組み立てを、加工をざらります。やりますね。はい、はい、仕事を何時から何時までやっていますか？8時半から、8時半から5時半までざります。5時半ですね。残業ありますか？はい、あります。はい。だいたい1日何時間ぐらいありますか？毎ヶ月は20時から80時まで残業あります。20時間から80時間まで残業ありますね。はい、残業たくさんあるんですけど、なんで辞めますか？すみません。すみません。もしお願いします。なんで今の仕事を辞めますか？今の会社、特定技能変えないですか？私は、日本に、日本に仕事を続けたいですから、特定技能に行きます。今の会社、特定技能変えてくれないですか？ないです。なんでないですか？今、他のベトナム人いますか？ベトナムはいます。でも、特定の、ないです。ないですね。3号があります。3号ですね。でも、私は日本に、長く働きたいです。はい、3号行きたくないけど、特定の行きたいですね。はい、はい、そうです。わかりました。はい、今の仕事のお給料いくらですか？時給ですか？1時間いくらですか？1時間は、900円ぐらい。900円ですね。はい、3号になるといくらぐらいもらっていますか？3号は1050円から1100円までと思います。わかりました。はい、趣味は何ですか？趣味は、スポーツです。スポーツですね。はい、どんなスポーツやっていますか？サッカーです。サッカーですね。日本でもやっていますか？はい、それともベトナムでやってるんですけど、日本では見るだけですか？日本見るだけです。見るだけですね。はい。わかりました。日本どこか旅行したことありますか？東京は行きました。東京以外どこか行きましたか？お台場と、お台場とベトナムのお台場です。お台場行きました。はい。はい、結婚されていますか？まだ結婚しない。指輪してるんですけど、こんにゃくですか？多分と思います。多分ですね。はい。はい、ありました。今まで、はい、3年間働いて、仕事、はい、まあ、例えば病気になって休んだことありますか？疲れて休んだことありますか？すみません、もう一度お願いします。今まで仕事して3年間で休んだことありますか？休みましたか？
休みます。病気になります。疲れますって休みましたか？病気の時は休みます。うん、何回ぐらい休みましたか？何回？うん、2回ぐらい。2回ぐらいですね。はい、なんでやめます。あ、なんで休みましたか？あ、コロナの時は、会社みんなや休みますか？会社の休みません。コロナの時は、あ、コロナじゃないよ。コロナ、違う。けどまあ、やまな、のまあ、やんぴんコロナやし。あの、コロナの注射、予防注射した時休みましたね。はい、そうです。ベトン語を使いたい時はベトン語を使ってもいいですか？言ってから、ベトン語を使ってくださいね。あば、のや、やむぎひのもらのび、やま、いこびこ、みゃりてんこび、なんてやったんじゃや。はい。わかりました。あの、自分で注射じゃなくて自分で例えばお腹が痛い、背中が痛い、そういう時休んだことはありますか？頭が痛い、お腹が痛い。熱中なります。と、熱中と咳が出ます。あの、今の質問わかりますか？わからなかったらわかりませんで。すみません。ちょっと聞こえないです。じゃあ、質問は、em đã từng nghỉ việc trong 3 năm chưa? Em nghỉ rồi. 3 năm em đã từng nghỉ, ví dụ như là em bị đau bụng hay bị đau chân, đau tay, ABCD gì đó. Vâng, em nghỉ 2 lần, 2-3 lần vậy. Là vì sao mà em nghỉ? Có lần thì bị sốt, em bị ho ạ.熱が出たり、咳が出たりしたとき休みましたね。はい。コロナなったことないですね。ないです。予防注射何回しましたか？コロナ注射何回しましたか？あ、3回、あります。3回やりましたね。はい。はい、わかりました。まあ、今日簡単な、そうですね、面接したいと思いますので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい。